セベクヘテプ4世は、古代エジプト第13王朝の第23代、または27代ファラオ。即位名はカーネフェルラー。全王ネフェルヘテプ1世とサファトホルの兄弟で、彼らの父は、ハーアンクフという名前の平民出身の人物であった。また、ティアンという名の妻と、3人の王子を含む5人の子供の名前も、明らかになっている。 ワディハンママートに残された祭壇には、地世9年目の日付が残されていることから、10年間は在位したと思われる。ネフェルヘテプ1世の地世中から摂政に任命されており、セベクヘテプ4世自身の地世についても、比較的多くの自責が知られている。カルナックでは、アメンラー神殿を増築し、寄進を行ったほか、メンチュヘテプ2世像の碑文を修復している。また、 アビドスにある神殿のいくつかは彼によって築かれたものであることが分かっている。地世6年目には上エジプトのワディ・エルフディにあるアメジスト鉱山へ遠征を行った。セベクヘテプ4世にまつわる一連の記録は彼の統治が極めて安定したものであったことを物語っている。そのため彼とその兄弟ネフェルヘテプ1世の地世は第十三王朝の最盛期であったと考えられる。 だが一方で、ゲイエジプトではこの時代から、中央政府から独立した勢力による活動の痕跡が見られるようになる。主にデルタ地域の東部で活動していたらしいこれらの勢力は便宜的に第十四王朝と呼ばれている。そして実際、セベクヘテプ四世の死後、彼の後継者たちの意向は、大を減るごとに少なくなり、その範囲も徐々に上、エジプトに限定されていくことになる。 ありがとうございます。